それでも言ったらスッキリの裏でやるってことですね、うん、裏っていうかに同日でやるってことですか。土日基本的にこう、うん、土日で、ね、地方回ってしたらもう稽古もその夜やってっていう、うんうん、でスッキリに行ってっていう、うんうん、うわ若手のような動きですねそれは。でもありがたいことで嬉しいよそれは。あ、うん、そうですよね、うん、やっぱそうですよね。けどやっぱこう久々にこう喋るとこうなんかこうあなんかこう初心というかさ、そんな、うん、なんかコンビってさ不思議なもんでさ、はいはいはい、こう何年もやっていくうちにさ、はいはい、じゃあねとかあおはようとかあ言わなくなってきます、ね、うん、お疲れとかって、はいはい、言わなくなるよね、はいはい、言う吉村と。まあ、言わない時のが多いですね。多いでしょ、はいはい、なんかタイミングで「あお疲れ」みたいなのはあるけど、はい、じゃあなんか別れる時にさネタ合わせとかするでしょ、うん、はい、その時に「おおこんにちは」とかさ、うん、言わないですね、よろしくとか、はいはい、お疲れ様でしたとかっていうのないでしょ、はい、こうなんかあるんだよね。俺らもなかったもん昔ネタ合わせするなんてなった時に来たなっていうぐらいなもんで、はい、そうですね、ね、やろうぜみたいな感じ、はい、そうですね、はい、で帰る時も、はい、じゃあもう今日ここまでにしとくか、うん、って言ってでじゃあ次いついつねって言ったらもうパーって帰るじゃん、はいはいはい、そうですね、はい、こう なんだろうな、こうどうしたみたいな控えめないです。うん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 、こうなんだろうね、てれなのかな、まあ恥ずかしいは恥ずかしいんだけどどうしたとかで、まあ俺が先にいて、まあ、やつが来たりとかしたらおうみたいな、おうとか言うようになるというかね。すげえだから不思議なコンビですもんね。やっぱ35ぐらいから45ぐらいまで飛んでると、うん、すげえでもお互いが大人になってるじゃないですか。なってるね。豊加藤さん子供もでっき、うんうんうん、主になって、山本さん山本さんで、それでもやっぱ45って46ですか。48だよ。48。まあじゃあ48だとしたら、おうおう、まあもう世間一般で言ったらもう超大人。大人もう大人どころじゃないよね。うん、だからそれがまたその35の時から考えられないんですよね、お互い。なんか、うん、こいつすげえ大人になってんなって多分思ってんじゃないですか、お互いが。ああ。僕がだって今吉村と会わなくて、その45の時に会ったら多分やっぱり、あいつもあいつで、まあ子供ができたりしたり、いろんな恋愛失恋とか繰り広げてれば、うん、変わったなってやっぱ思うと思いますもん。まあ、だからそこがな、はい、普通にそう思うよね、はい、でそこの不安もすごいあったの。変わっちゃってんじゃないかって。そう、うん、で変わっちゃってて大人になっててなんかこう、うん、まあうね、ちょっとなんかこう違った感じになってたらでどうしようっていう怖さもあるの、正直。これ正直な気持ちね。そうですよね。ただあのブーさんはね、うん、そこがあんまりないんだよ。まあ天性なんでしょうね。そう、もうポーンってなんかポンって戻れた感じはあるんだよね。もうお互い多分10年間は長かったし、はい、いろいろあったんだろうけど、なんかこう2人でパッともうネタ合わせ出したりした時にポンって戻らせる、何なんだろうね。今日のめっちゃイケでもあのカメラの前にポンって出た時、最初なんかこうなんか眼鏡してからと、あらなんかもうあれだなって思ったけど、なんか野球とかしだしたらもう野球してるとこをこう本当モニタリングしてて、なんかそんなに違和感がなくなってくるというか、こっちの思いよ、なんか見てくれた方はどう思ったかちょっとわからないけど、なんなんだ、あいつのなんかそういうとこはなんかちょっと怖いよね。順応性っていう感じってことですか。なのか、こう変わらないでいるということが、うん。